どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはドン、ユーリさんの桜晴れ。こちらの曲は2021年の2月にリリースされた卒業ソングですよね。まさにこれからの時期、ほんと心を込めて歌いたい曲だと思います。桜の木の下でね、歌えるようになりましょう。はい。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方にでもなるべくね、簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はね、かっこいいバージョンをやります。かっこいいバージョンはやっぱりこの曲ピアノのすごいイメージがあるんで、そのイメージを崩さないようにシンプルだけどちょっとね、かっこいい弾き方やってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいんですけど、やる方がですね、もっと最高です。今ご覧くださってるガズレレYouTube チャンネルではですね、今まで楽器やってみたいなと思ったけど諦めてましたとか、楽器やったことあるんですけど挫折しちゃってもう私不器用でダメみたいですというそこのあなたもですね、もうウクレレ弾いて歌を歌う弾き語りどんどんできるプログラムがここにあるんですよ。でもうちょっとしたらこのプログラムをここにシェアするんですけど、このプログラムに行ってもらって上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけであっという間に行ってきます。今ねこのプログラムを見てもう世界中の方々が何万人もガズレレ YouTube で音楽スタートさせてます。皆さんも始めましょう。はい、スタート。あとはここからですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこにはね、今までガズが取り溜めてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレで一本で簡単に弾き語りができるようにしているレッスン動画がすでに1500曲以上もアップロードされております。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やっていきましょう。ユーリさんの桜晴れ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からゆっくりやってみようと思います。ワン、ツー。シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね皆さんこうゆったりね心を込めて弾くとも本当にねこうグッときますね。あとこの歌詞の内容
これもしっかり読んでいただいて、あとはですね、これ歌ね、結構これ難しいですね。この音程のこのね、低いとこから上にガーッといく感じとか、言葉のタイミング、これも相当やっぱりね、原曲をしっかり聞き込んでね、ゆっくりで、時間かかってもいいんで、ものにしていくのがいいと思います。はい、やっていきましょう。今ね、聞いていただいて分かったと思うんですけど、オリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートをショートカットさせていただいてるんですけど、1番とコード進行一緒ですので、2番の、コード進行書いて、2番の歌詞を書き足して、オリジナルの楽譜をご自身でね、完成させて、どんどん練習させていただくのも、バッチリだと思います。で、今のね、ガズレレシンプル簡単バージョン、YouTube と一緒に、あ、なんとか一緒にできるようになったよという方、いいですよ。そんな感じでどんどんガズレレ YouTube と一緒にどんどん演奏してください。で、その次のステップがあります。その次のステップとは、皆さんお一人だけでね、演奏してみるのをお勧めします。要は、YouTube と一緒じゃなくて、自分のタイミングだけでってことですね。その時、やっぱり最初のうちは、楽譜を見ながらやった方がいいと思うんですけど、まあ、慣れたら覚えちゃったらいいと思うんですけどね。じゃあ、その楽譜どうやって用意しましょうかということなんですけど、いつもガズはですね、この、ノートに手書きをして、これを見ながら今も演奏したんですけど、このノートを今画面に映してこんな感じで書くのはどうですかというふうにシェアするんですけど、その前にこちらのご紹介、ドン、ガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の桜晴れを含む、ガズが今まで書いて書きまくってきた、もうものすごい膨大な数のノート楽譜の中から、皆さんがこの曲やってみたいな、これ面白そうだなと思った曲を毎月5曲ダウンロードして、即座に練習ができるという、画期的なサービスなんです。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にも、いっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリ、すごいでしょ。その中で、楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定、オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこう、ワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういうふうに分かれております。この二つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。はい、桜晴れ。ね、これ桜の花びらがちょろっと書いてあって、すごいですね、これね。はい、ゆうりさんですね。イントロこんな感じでシンプルに始まって、曲はね、結構シンプルですよ、ほんと。ちょっと待って、こんな感じで映そうかな。はい。今こうやって映します。でですね、ここ見てください。下にくるっと囲っているやつ。ここにも下にくるっとこれ下の段のくるっと囲っているやつは後半やるかっこいいバージョンでやるコードなんで、ちょっとコード進行変わってきますね。それをご認識していただいて、今こうやって映しますので、一時停止でこのノートをメモっていただくか、動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、あと先ほどご紹介させていただいたガズクラブで、この楽譜そのものをね、ダウンロードしていただくのもいいと思うんですけど、とにかく楽譜を用意しましょう。はい。こんな感じでさっと映していきます。メモってください。はい。こんな感じ。はい。この辺もね、ワンブロックがコード4つ入ってくるよという感じで、結構これコード、後半のかっこいいバージョンでは動き回るよということがわかると思いますけど、今のは上の段のね、シンプル簡単バージョンは上の段ですよ。はい。で、ここはもうブリッジパート。今1番のサビやってもすぐブリッジパートにね、突入する。本当はここに2番の A メロとサビが入るということでございます。はい。フルでやりたい方は、ここからここまでを書き写して、ここに加えるという感じですね。で、ブリッジをやって、こうラストのサビをやって終わったということになりますが、ガズレレバージョンは2番をショートカットしておるということを、ご了承ください。はい。で、ここで最後終わりましたということでございます。はい。ちょっと出てくるコードを見ていこうと思うんですけど、この赤く囲ってるコードは、後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまず今のところはちょっとこう手で隠しておきましょう。で、今映ってる7個のコード言っていきます。C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7。この7個のコードで今のシンプル簡単バージョン、バッチリ決まっちゃいました。はい。この7個のコードはね、皆さんご安心ください。ガズレレではおなじみの入門コードのグループ、すなわちこれです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かと言いますと、ウクレレで音楽を始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループでございます。これね、10個あります。
10個もあるのかって思うかもしれないんですけど、安心してください。入門コードですから1個ずつ見たらめちゃ簡単でも、10個いっぺんに覚えようと思うとなかなかごちゃごちゃになるんですよ。あれどれだっけってなるからね、そこでですね、私がめちゃくちゃわかりやすい動画を作って撮っております。ここにその動画のリンクあります。この動画を見たらですね、もう面白いようにコードが覚えられますんでね、今日その10個覚えてもらって、まあ今日は出てくるのはそのうちの7個ですけど、まあまあもう あと3つですからね、もう一緒に覚えちゃって、これからどんどん音楽、このガズレレ必須語を使って楽しんでいきましょう。はい、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていきまーすと思うんだけど、その前にさっきも言ったんですけど、このタイミングでいつも伝えたいのはですね、まずこの4つ弾きでこの曲ってもう十分なんですよ。本当に4つ弾きで心を込めて歌う以上みたいな感じがちょっとあるんで、まずこの4つ弾きでですね、歌、これは音程がですね、もう低いところから高いところまでものすごくこう乱高下するんで、すごくこのメロディーの確認と言葉の入るタイミングの確認、ここをまずね、4つ弾きでしっかり押さえておきたいです。例えばサビに入る時も、うまく笑えない、悲しくないのに、この微妙なこのメロディーライン、これはですね、なかなかね、歌うの難しいですよ。まずだからゆっくりでいいんで、今4つ弾きで歌の確認、歌の練習をして、それがちょっとある程度できるようになってからかっこいいバージョンの方が、流れとしてはいいと思います。はい。それではここからかっこいいバージョンに入っていきます。はい、かっこいいバージョンはコード2つ追加です。まずはこっちから G7 サスポ。これはまあ簡単です。よく出てくるやつです。入門コードのうちの1つ、G7 をまず押さえてみましょう。G7 ってこことこことここの三角形。小指見てください。小指を1弦のサブレット足した、これが G7 サス4です。 G7 サス4から G7、 こんな感じでセットで使います。はい、これこんな感じでこの曲の中でも使っていきます。あともう一個のコード、これがちょっと厄介というか難しいコード代表ですね、 A シャープです。 A シャープどうやって押さえるかというと、押さえる場所はね、ここと1フレットの1弦と、こことこことこう、これはですね、まあなかなか初心者の人これ難しいと思いますね。ここをこうやって2つギュッと人差し指で押さえて、このぐらい反り返るイメージですよ。で、ちょいちょいこんな風に立てるか、あるいはちょっと慣れてる人だと、もうバレエ制覇といって、こういう風にギュッと1フレット全部押さえちゃってちょいちょいなんですけど、とにかくここの2つを押さえるのはなかなかちょっと難儀するね、慣れないとね。で、こういうのバレエとか制覇とか言うんですよ、この人差し指でビチッと全部押さえるの。その時のちょっとコツとしては、まずここにすごいスペースがあることです。握っていたらね、ちょっとね、この制覇バレエはできないんで、まっすぐにするのがポイントです。はい、そしてちょっとテコの原理でここを軸に引っ張り込むようなイメージですね、こういうイメージを持ってギュッとやりますね。はい、それでまたさらに深めると、この面を使うよりちょっとこっちの面の方が平らなんですよね。この面よりもここって関節があるでしょ、ここはちょっとないんですよ。だからこうやって押さえる、こういう風に押さえる、ちょっと大げさに押さえると、こういう風に押さえるよりこういう風に押さえた方が平らになるかなという風にあります。あんまりやりすぎちゃダメですよ、まあ気持ちですね。ちょっとやって、でちょいちょいと3弦4弦足して、はい、で、この体もこっちに入れたりこっちに入れたりというかね。で、親指の位置も結構下げ目です。下げ目っていうのはこっちの方ってこと。上にあると押さえられるので、下げ目で押さえる。とにかくこんな感じの、まっすぐですね、ここは。まっすぐ。はい。これが制覇のポイントです。これで A シャープ、コードを使っていきましょう。そして今日のですね、弾き方、双方解説なんですけど、もう男らしく、一本勝負でいこうと思います。最初から最後までこの弾き方、ドン！ガズペジオです。このガズペジオっていうのはね、こんな感じ。これはね、ピアノをイメージするときに大体この弾き方をガズはよく流用するんですけど、ピアノでダンドゥンダンドゥンダンドゥンみたいな、そんなイメージの時にこのガズペジオということを、弾き方をよく使うんですけど、この曲はまさにね、ピアノでもう歌われている曲なんで、そのイメージを、再現してみようと思います。このガズペジオの弾き方、こちらのリンク行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオ濃厚レッスン動画がアップロードされております。これはですね、比較的、結構簡単にできるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり一緒に歌を歌いながら安定的に速くならないようにこうゆったりと時が過ぎていくっていう弾き方になるには、やっぱ結構慣れと経験が必要だと思いますので、ゆったり取り組んでいきましょう。まあそういうわけでですね、もう最初から最後までガズペジオでも淡々とね、ほんと学校のピアノみたいなイメージが、持ってもらうといいと思うんですけど、さっきも言ったようにワンブロックにコード4つとかすごいいっぱい出てきますね。 B メロのところでこのワンブロック4つのところがまあまあ最初に出てくるんで、この辺でちょっとね、雰囲気を確認してもらおうかなと思います。じゃあ行きましょう。桜の花びら散るあの子を犯した父の背中を、今の分かった？ G7、E7、Am、G7、
はい。このね、ワンブロック4つ、ガズピチオだと結構簡単にできるんで、特にね、問題ないとは思うんですけど、こういうところでね、やっぱり大事になるのテンポですね。なんか普通と違うことが起こると、ちょっと慌てちゃって、テンポがどんどん速くなってっちゃうってことがあるんで、ガズピチオをこう、ゆったりリズムキープで、心を込めてね、歌っていく。これがね、キーポイントになるんじゃないかなと思います。もちろんね、歌詞の内容を読み解いて、これ歌詞を見るとですね、母のこととか、父のこととか、友人のこととか、やっぱりそういう応援してくれた方への感謝とか、そういうね、心持ちもすごくやっぱりこう、なんていうかな、共感しながら、音楽にこう一緒に乗っけていく、こんなイメージで、奏でていくのがいいんじゃないかなと思います。さあ、それでは、やってみましょう。一回深呼吸してやるのがいいと思いますよ。はい、ゆうりさんの桜晴れ、かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、かっこいいバージョンやってみました。やっぱりガスペジオでこうピアノっぽく淡々とこう紡ぐように、まあつまびくって言いますよね。これがね、このつまびく感じがやっぱりこれぴったりかなというふうにこの桜晴れ思いましたね。あと1ヶ月ぐらい、もう今も卒業シーズンと突入してますからね、ゆったりね、感謝の気持ちとともに、みんなで歌えればね、素晴らしいんじゃないかなと思います。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますんで、ぜひご覧になってください。そしてね、今回新たに G プレイズという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、
で、このガズレレにでも少しできる、なんかこう、社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って、新しく始めてる、サービスなんですけど、ちょっとそのご案内も、概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この二つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって、楽譜をダウンロードできて、こう、一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学は本当ちょっといろんなリズムとか、基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんで、お願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。